はい、こんにちは。中作 TV です。今日もご視聴ありがとうございます。今日もコロナの話題についてお話したいと思います。はい、なんか最近コロナの話題ばっかでコロナ系 YouTuber みたいになっちゃってるんですけど、申し訳ございません。ちゃんとコロナが解除したら、海外の生活情報をお届けしたいと思っております。はい、今日は、政府から昨日発表がありまして、ロックダウンが、あさってですね、5月1日から解禁されることが発表されました。はい、オーストリア頑張りましたね。みんなちゃんと外出規制守って頑張りました。はい、で、そうですね、コロナ大変でしたね。まあ外出できないのもそうですし、もう今オーストリアやっと春になったんですけど、ハイキングにも行けないし、旅行にも行けないと。で、外に出るとこう警察のね、監視があったりとか、街出てもスーパーしかやってないし、まあ、僕の場合仕事が削られて給料も減るっていう、まあ本当散々だったんですけど、はい、やっとロックダウンが解除されます。で、まあ、ロックダウン解除されるって言ってしまったんですけれども、元の生活に戻るわけじゃなくて、この外出規制が解除されるっていうことですね。はい、なので多分在宅勤務もまだまだ続きますし、小学校中学校高校も段階的に再開されるようですね。で、学校も再開されてもクラスを2つに分けて、こう登校日を変えて、こうまだまだ、元通りには戻るっていう感じではないようです。はい、で、大学もこの春夏学期ですね、春夏学期は、大学も、ずっと閉校が続くようです。はい、で、まあ、外出規制解除されてもホテルの宿泊はまだ、5月末ですね、まで営業できないので、こう泊まりの旅行とかもまだできないっていうような感じです。まあ、まだまだ規制はあるんですけど、この外出、外に出ることが合法化されたっていうのは本当大きな進歩だと思ってて、かなりホッとしてます。まあ、やっとチャンネルも、本格的に海外の情報をお伝えできるようになると思うので、皆さん楽しみにしててください。はい、それでは今日以上です。面白いと思ったら、高評価と、チャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。